はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、シャドーバースの方やっていきたいと思います。はい、最近はランクマッチガンガン回してて、まあそれでね、どんなデッキかかってるやろうとか、いろいろデッキ試したりするんですけど、環境で多いのって結構ヴァンパイアが多いんですよね。ロイヤルもまあまあ見るんですけど、かなり見るのはヴァンパイア、ネクロマンサーなのかなと。なのでそのネクロマンサーとヴァンパイアの戦い方、コウモリバンプもしくは、機械バンプ、ネクロマンサーだったらアーカスなしありとあるんですけども、そちらでどちらともね有利を取れるというか、分回った時の爆発力がやばいっていうデッキはやっぱりランプドラゴンなのかなということで、今回はちょっとランプドラゴン使ってやっていきたいと思います。まあ、はい、タクセン使ったり、ドラゴニックコア、アンネローゼで、PP をブーストしていきながら戦うデッキですね。基本的にはサタンで、呼吸トスデッキにしてからって感じでもあるんですけども、まあ、ポセイドン・マサムネだったりっていうのは相変わらず強いです。まあ、そうですね、コウモリバンプだったら先行取りつつ、2コストのフォロワーあたりがいないときついですし、まあ、1コストのアイスが出てくるともうとんでもないので、で、まあ、機械バンプだった場合は、ドラグーンの竜の翼がかなり役に立つかなと。悪夢の始まりという3コストカード、もしくは、マシンエンジェルなどを、使ってきて、アクセラレートで使ってきてね、11のフォロワーがいっぱい並ぶことが多いので、そこら辺はドラグーンの竜の翼でなんとかできるかなと。まあ、お相手が、まあ、ロイヤルとか他の奴らだったら、もう、PP を加速しつつ、ガンガンいきますね。はい、ということで今回はこちらのデッキでやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。まずお相手さんはおっとドラゴンミラーですね。お互いドラゴンということで、高校を引いたらばタクセン、ドラゴニックコア欲しいですね。オッケー、ドラゴニックコアは来ました。ポセイドンもこいつも返します。ドラゴニックコア2枚目、こいつはとんでもないほどの加速ができそうですが、ドラゴン今の環境マシン系がちょびっといて、大体サタンドラゴンなんで加速していかないとまずいですかね。うわー、何ですかこの2ペアは。マサムネさんとドラゴニックコアの2ペアですね。お相手さんニコスト従者、取れない。タクセンはありがたいですけど取れない。次ドラゴニックコア置くでしょ。1コストのフォロワーはあいつしかいないでしょ。うわー、4ダメージはほぼ確定で食らう。プラスお相手さんもドラゴニックコア、先行取られただけでまあまあきつい。無別の演奏なんということでしょう。ペアが3つありましたね。ここまでポーカーうまいとはな。マジか、お相手さんもドラゴニックコア2枚目。ここでなんとかして取らないといけない。アンネローゼ、いや、ここはドラゴニックコアでいこう。お相手さん、いや、ヴァンパイア、いや、ヴァンパイア、伊達政宗さん進化で、そうですね、どうせ政宗さん体力3以下にはなっちゃいますので、こうしましょうか。無別の演奏使って取ろうかなとも思ったんですけど、お相手さんにも無別の演奏があった時終わりですので、おそらく何かを進化して PP を2加速しつつって感じだと思うんですけど、ドラグーン、おっと、これは正義のドラグーンが4号で残ってしまいますね。多分ドラゴンクローを取って、でドラゴンクローを僕に打ってドローを進めながらといった感じでしょ。暴れたりな、いやーん、これはお相手さんの動きですね。なかなか正義のドラグン、まあいいでしょう。アンネローゼさん OK で、ドラグーンは、ドラゴンクローでいいでしょう。で PP では先を行こう。お相手さん2回目も PP 加速するわけにはいかないでしょう。ドラゴニックコア3コストで出さないと、進化系回復するだけっていう動きは弱すぎるので、そうですね、サタン、セリアじゃない、名前なんだっけ、グラブルコラボのあやつが欲しいですね。最適解持ってきましたね。ただまあこれで相手されてないので大丈夫かなとも思うんですが、ポセイドン、ここはポセマサムネでいきますか。
まあ大体ドラゴンはサタンドラゴンなんで盤面展開しておけば、プラスお相手さんはまだポセマサムネができない、お相手さん次9コストいいんじゃないでしょうか。方向を取っただけでもう7点ダメージ食らってるんですが、加速具合では僕の方が勝ってる。おいサタン持ってた、進化を使ってきます。あー使ってくるということは守護が一体消えますけど、こっちはまあ取ろうと思えば簡単に。フィルレイン、わーお、フィルレインさんですか。であるならばドラゴンクローでドローしつつ、ガルミーユさん、ここはこいつでしょう、絶対いける。プラス吐息で取って、進化は使わないでおきましょうか。 OK、8点ダメージ与えた。全員生き残れば倒せますが、サタンデッキになっているので、ニュートラルデッキね、違う、呼吸とステッキ帯同せよ。あーサタンの頑固、それはまずいですよ。無別の演奏が10コストですよ、使えねえ、やばいですね。これは次ガルミユさん、これは誰を取ってくる。 What?あ、演奏一番攻撃力の高いやつが死んじゃいました。あら、ポセイドン2枚をアクセラレートで使ってくるってことは3枚目はないと見た。わー、世界を潰して違う場合、じゃ全員除去したいんですけど、少しでも相手のリーダーを攻撃しておきたいので、はい、吐息だけ持っておいて、もうサタンの、眼光は使えないですので、もう1枚使ったからね。プラスお相手さんのデッキ全て、いや1枚だけまだドラゴンデッキかもしれないけど、残りの3枚はおそらく、いや確定で呼吸とすデッキですよね。スコーピオンもしくは欲望の欲望まずいもの、あいつが出なければいい。あいつが出されたとしても最大体力回復は2でしょう。絶対にガルミーは取ってくる。ドラグーン、なるほど。ということは誓い持ってなかった、誓い持ってたらかなりきつかったんですけど、誓いプラス残虐なスコーピオン、あいつのコンボはもう終わったでしたけど、天悪、勝ちですね。 OKOK、お相手さんに誓いが引けてなかったっていうのはまあでかかったかなと思いますね。はい、じゃあ2戦目やっていきましょう。このステージ好きです。お相手さんはバンパイア、先行先行が欲しいよ。ダメでした、はい後攻です。コンボリバンパイアじゃないこと祈るのみです。2コスト、まあ置いといてもいいんですけどね、作戦あたりが来ないけど、ドラゴニックコアとアンネローゼでかい。2ターン目作戦できなかったとしても、3ターン目、ドラゴニックコア、4ターン目アンネリーゼプラス演奏できますね。わーお、無別コンビ、無別コンビは悪くないんですけど、ここでフォロワー出してこない、来ない、事故ってる、事故っているのか。手札さんが事故っているんだったらかなり有利は取れると思うんですが、次無別の演奏で取ることもできる。鋭利な人先1枚を使ってきてくださいました。この流れは嫌な予感。フラウロスが出る、嘘以外口にしない。いや、ぶっ壊れてるって。3ターン目に 4コストのフォロワーを出すんじゃねえ。しゃーなしですな。これは1点ダメージ、まあ、進化したら3点ダメージ食らいましょう。ダメージを受けるわけにはいかない。次ドラゴニックコアプラス信者とかもやりたいんですけど、アンデローゼはな、ファンファーレのあれが使いたい。1ダメージ、悪夢の始まり。あー、これコウモリバンプですね。うーん、あーめんどくせえ。竜の翼が欲しいけど使えない。うーん、ルリアはサタンを持ってくるようなんですよね。ドラゴニックコアで PP 加速してもな、2コスト余る。まあ、あ、いいか。非
常にもったいない動きをしている気がしなくもないですが、まあいいでしょう。一応これで PP は1加速してくれるので、OKOKOK、これでフロアロス2枚目とかが次来なければ大丈夫。さて3点ダメージは受ける。わー、まあ直接召喚じゃないだけマシですかね。はい、直接召喚されてないので4コスト払っています。大丈夫でしょう。ラストワードが奪いたい。一応このランプさんのデッキにはドワーイ、あれ入ってるんですけどね。にゃー、ドラグーン竜の翼で全員除去しましょう。相打ちは正直嫌いです、嫌です。ですが致し方なし。お相手さん手札がなかなか微妙ですよ。 OK、除去してるだけなのにもう6点ダメージ食らってんだよな。おかしいですね。お相手さんここで進化圏を使って、ビーラさんは嫌な予感がするね。あ、進化してこない。あ、そう、あ、そうですか。あ、さようでございますか。であるならばガルミーユさん砂毛でいいんじゃないかな。進化圏は次というかルリアさん、アンデローゼはもうここまで来たら使う必要もないと思うので、次ルリアプラスガルミーユで除去しつつといきますか。愚かすぎる。さあ、お相手さんの7コスト8ターン目にはあいつが出てきます。闇くらいのコウモリですが、あんまり自称もできていない。バーナル、バーナルが確か7回以上出すが、アイム OK。 なるほどね、アクセラレートで使いたかったからって感じかな。なるほど、じゃあルリアさんで持ってきます。からのガルミユ、チルト、はい、これでまた3点ダメージ与えておきましょう。お相手さんの手札が少なすぎる。もしコウモリ2枚があったら7点7点で死んじゃうか。だが7回も自傷しましたか。これで自傷が1回増え、あー増えるか。最後の最後っていうか、まだ初めての進化か。再婚など必要なし、回復したいですねこれは。回復したかったけどサタンでいきます。一応ね、回復はあの瞑想、白亜の竜騎士にからの瞑想で6は回復できるんですけど、まあいい感じにランプできてたら、ランプアップっていうのかな、ランプアップできていたらば白亜の指令でもいいんですが、まあ基本瞑想かな。お相手さんこれ7点ダメージ置いときなくないというか勝ちましたね。いやー、今ランプドラゴン強いっすよ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。